FM モトブの3局同時放送でお送りします。戸口初美のユンタク、コークアップルタウン2階の FM レキオキーステーションに FM21、FM レキオ、FM モト部3局こちらでやってます。大丈夫ですよ。まいります。リスナーの皆様、こちらでやってますので大丈夫、はい、お任せください。どうぞヘッドホン、はい、親の仕事や血を理想入り上仏地。旧暦の12月24日に上仏地を執り行います。1年間の一家の暮らしの中で起きたことに対し、神様から授かったご加護に感謝をする日です。昔は12月23日が上仏地、24日は日ぬかんの祭りとして拝みを執り行っていましたが、現在では地域や家庭によって多少違いが見られるようです。上仏地、内かさにがさにかさなゆるかふう、みゆのうさかいぬしるしさらみ、さりうとうと、あささあみせるみひぬかんがなしいめ、くんどのにんぷち、しわし24日、ゆかるふぃまさるふぃ、くぬちねえさんむとのむちすくから、一人中のおしりがふうのおばんだてでびる、さりうとうと、十段のうすり、百段のうすり、万段のうすりあぎやびて、なんじゃうびんす、くがにうびんす、たまのさかじち、くんごうみはな、七万ばんのくばんちん、うちゃぬくかがんでかりゆしぬまんじゅう、なんじゃくにぶくがにくにぶ、しるはくしなんじゃすうの花なみの花うかぎやびて、24光、36光、9分7分の光分のうひかりあぎやびて、たまのいつからなんじゃのちるばんかきやびて、ぐいすのちだまぬちあぎやびて、うていだがなし、うちちゅうがなし、十二神のぬふぁのうかみがなし、あみちゆのおみぐみ、ぐくくのおみぐみうたびにそうち、一年365日、二の12ヶ月、ちちえ30日、かみじち、なかじち、しむじち、フィービーのいとなみ、ひるのもとじん、ゆるのもとじん、うまむいじゅらさ、うかくいじゅらさうたびにそうち、まことにうしりがふうでびる、さりうとうと、昼夜しわし24日のうばんぶつきでいる。台本も打ち合わせもなく、口んじぶのんちゃうか、1時間いろんな話題でうるんかんがなしにいから七段の端かきやびて、うてん七役ばうてん七みやんかい、ぐいすぬちだまぬちあぎやびて、一人中の十七十七の打ち積み宇宙部のうといけしみらちうたびにそおり、さりうとうと、あきての年の相場ちちいたち、うてん七橋からくとくじんとくかふうのうかみがなしり、うともうがまってうたびにそおち、もとのうざもとのういじちじゅらさうたびにそおり、さりうとう。恐れ多くもご霊力あらせられる日の神様、この一年間何事もなく無事に過ごさせてくださいましてありがとうございます。
今日は12月24日ウバンブトチでございます。1年を通してお守りくださいましたことに対し感謝の祈願をいたします。火の神様の御前に7段の雨の橋をおかけしますので、商店あそばして一年中の節目節目のお勤めのご報告をなされてくださいませ。そして年が明けて正月元旦には、福の神、徳の神、家宝の神がご一緒にご降臨なさいまして、一家にご加護を賜りますようお祈りいたします。さあ、ありがとうございます。さあ、間もなくCD 上がりますのでね、そろそろ上がりますからね。おがんぼとき、このくとばん、わらびの自分から夕しなりとおいび、旧暦の12月24日、日のかの、日のんかいのうみと、熊のちねやかんかんやたんどんし、天の神様んかい、おんのきいんじるくとやいび、おのひいや、ゆさんじから、いなごのうせ、7件お香を立てて、わったあちねやんないいことそういび、やいびいくと天の神様んと、ゆたさよごと運を着て決めそうりんち、ひのかのんかいのにげえさび、ひのかのつかぬげえだ、天国にでゆっこいみそうち、あきっての一ごちゆっかにうれてさび。普通の知らない人。そう、それでいい。一緒に合わせます。はい、それではマイク上がります。戸口先生からお願いします。こんにちは、戸口敦美でございます。こんにちは、戸口昇です。今日は大先生がいらっしゃっています。お袋から紹介して、はい、今日はね、長いお付き合いでいろいろもう勉強もしていらっしゃるからね、助かるんですけど、琉球独立党の当主親分ですよね、やら長介さんにおいでいただきました。だから日頃聞けないような苦労もあると思うんで、のぼるくんからね、僕からだ、やらさんにいろいろね質問、今日はいい勉強の機会だからお願いします。やらさん、よろしくお願いします。はい、どうも、こちらこそよろしくお願いします。やらさん、素朴なとこからご質問するんですけど、やらっていう名前の人って、うん、結構政治家の人とか多いですよね。はい、なんかやら長介のあさってついてると何かあるとかいう人いますよね、やら家で。なんか血統がいいんでしょ、し、り、まあ血統といったらまあ語弊があるかもしれないけども、もともとは先祖がですね、はい、琉球の第二尚氏、第二尚氏の荘園を、あるいは昇進王の子孫なんですよ。で、やらというのは昇進王の四男の流れで、昇進王の四男、はい、でこれがもともとは昇なんだけども、はい、昔は長男以外は大体もう名前は昇は付けられなくて、で読谷のやらってありますよね、やらとか、あとそこからまた始まって泊まりとか水やらとか長やらとかいろいろまた分かれてるんですけども、だいたい長がついてるのはその先祖は王様ですね。あ、僕の先輩でやら長ってついてるんですけど、今の琉球家の王様お姫様っていうんですか、内地にいらっしゃって、沖縄に来る時に会ったりとかしていろいろやってますけどね、多分親戚なんですか。そうですね。だから遺伝子は、遺伝子は DNA があるわけよね。あるわけですよね。あとはいいですか。やら長兵衛さんもですね、前1972年の復帰の時にやった。まあ考え方はこちらとはちょっと反対側ですけども、やっぱそういうなんていうかな、遺伝子の中に個人の商売とか個人の利益というよりも、やっぱり沖縄の全体を考えてあげようというなんか遺伝子がね。いや、やらさんには愛の遺伝子が入って、ね、要するに生まれながらにそういう使命持ってるわけよね。そうだと思いますよ。だから僕はね、先祖が昇進王とそういう意識とかもなくて、やらさん本人で言わな初めて聞いてから聞いてますね。僕は
僕がこういう独立運動的なのに関心を持ったのは、あの山形栄吉さんといって、あの琉球の首里の博物館の館長とかね、あの人の独立論を見て、沖縄の祖国はもともとは琉球王国だよという、それから始まって高校生の時からちょっと勉強しながら、あの沖縄はもともと琉球だったってみんな認識ありますよね、そこはあるけどね、あの、なんとなくみんな分かってると思うけども、本当の歴史の、あの勉強の意識というのはないわけですよ。なぜかというと試験に出ないので、はい、あの今の沖縄の教育は日本の教科書でやってますから、日本の教科書は、まあ、東京とか全体のものですから、いちいち沖縄のものに時間かくわけにはいかないと。そうですね。だけど沖縄の人も全部東京中心の勉強だから、意識の中にあんまりないわけですよね。あの外国の友達が何人かいるんですけど、あの外国の、まあ、僕と同じ年なんですけど、たまたま49歳、あの外国から見て沖縄は有名らしいですよ。うん、あの琉球で、一番有名なのはやっぱり空手あたりじゃないですか。だって沖縄が空手発祥、この源流は中国の拳法だけども、沖縄でいろいろ型とか発達させて、これが世界に広がって、今あの外国の警察官とかでも空手で訓練してますよね。素晴らしいね。はい、だから沖縄の人はこの誇りはね、あのあまりないわけね。で教育があるわけよ。地元の人がよくね、地元を認めないさ。そうそう、まあ、よその人がうちの素晴らしいって言ったら、やったがやっていう感じでしょ。まあ、日本全体でもそうだけど、日本人であの優秀なものが人がいても、結局みんな認めないもんだから、これがアメリカに流れてしまうとかよくありますよ。なんか島国根性なんかね。で沖縄もね、あのみんなあの日本の田舎という端っこという意識があるけど、実はそうじゃないわけよ。アジアの結構中心的なところだったのね。でこの証拠があの例えばあの医学はね、天然痘の話ですか。はい、あもっとある、他にも医学はあの日本よりも進んでた、本土よりも。あのこれなぜかというと、本土は江戸時代鎖国ですよね。でも沖縄は開かれた国だから、中国経由でヨーロッパのフランスの技術とか医学が入ってくるわけ。それで具体的には、日本で最初に全身麻酔に成功したのはね、ちょっとあの思い違いじゃなければ花岡清舟という人だったと思うんですよ。でその人の全身麻酔が成功した100年前にすでに沖縄では成功してる。ちょっと名前忘れましたけど、中地基人だったかもしれない。宮古の人じゃない、誰だっ聞いたことある、そこまでは忘れましたけど、坂に親戚で、高田とって言うんじゃない、高須とか高田、あと天然痘に当たる方言が存在する。そうです、あるいはチュラガサーと天然痘に当たる、日本では多分ないですよ。だから言葉があるということは認識されていたってこと。であとうちの親父なんかちょっと皮膚病とかかかってたけども、ガサガサブチャワとかさ、ブチャワとかいう言葉があったりして、日本ではそういう言葉ない、ただ皮膚病で。どうして学校の教育はそれから教えないのかね。じゃあ、いや、あの瀬中美嬢さんとか八重町さんとかは全部日本の師範学校とかのあの習って頭だから、あの沖縄の歴史を習うところが日本の、 あの、まあ、昔でいう軍国主義、日本のその当時 の、 の、 あの教育を教える立場です、逆に。何のための教育かっていう目的が違うんですよね。そうですね、あのコントロールしやすい人を作る。だからそんな一応方言譜だとかああいうのが出て、うちのあの文化をこう閉じ込めようとしたんじゃないの。そうですね、沖縄だけじゃないですよ、全ての県は中央の標準化される、それはだからあの時代はやっぱりあの中央集権的なあの外国で言えば帝国主義とか言うけども、全部権力集中して、あの一番いいのがからイギリス帝国ですよね、世界に広げて、でそれで全部英語を教えてる、インドも英語喋ってるのは今イギリスが支配してたから英語喋ってるわけ、で沖縄も日本語喋ってるのは日本の。だけどその割にはさ、年配、昔の政治家はわりかし日本語うまいんだけど、今の若い人たち言葉が不足だよね。おふくろは本当に日本語にこだわるよね。いやそれはね、日本人だもん。僕もそうです。あのね、中途半端なんですよ。中途半端だよね。あのね、
僕はまあ例えば、まあ、独自って言ってどういう話かもしれないけど、した場合の沖縄教育をどうするかというと、まず教科書のね、あの 語学の教科書は、うちな標準語ですね。で、日本語も教えると、当然。そうした場合には、本のタイトルに、ただ日本語の教科書じゃなくて、美しい日本語というタイトルの教科書。で、沖縄の場合には美しい琉球語。もう今の若い人は、うちな口どころか日本語も崩れてる。中途半端だよね。で、中途半端。これは、第一沖縄の政治家のに意識がないから。もう手間取ればいいんだから、うん、まあまあ、ね、そうじゃない人もいるけどね、うん、そう、そういうもう目先のことで、そうですね、目先のことでっていうのが沖縄の100年単位のことは考えてないからそうなの、うん、だけど今の子供たちがさ、これから先仕事がどうなるかわからんのに、ヤバツに就職でも今の状態の会話だったら面接もできるよ。それはちょっとだけそれるんだけど、うん、外国人の方が今労働者労働力不足ということで応援に来ている形になっているんですが、あの方たちの日本語教育っていらっしゃいませとお釣りはいくらですばっかりやらされてかわいそうなんだよ。ああ、アルバイトパートで働いてる人。そうだから、受け答えの要はマシーンみたいな教育。いや、だから綺麗な言葉というよりは使える言葉だけしか教育なされてないとね。だけどね、テレビ見てると、まあ、それなりの学問してる人なんだけど、会話うまいんだよね。難しい字も書くし。だけど会話ってさ、今ここラジオであるんだけど、コンビニの店員間で無駄な話をしたりとか、契約の時に冗談言ったりとか、そういう余裕がない社会でしょ。それは店としては、うん、店にメリットがあるように採用するから。メリットっていうところで考えたらね。あれさ、結局ね、相手の立場じゃなくて、うん、店の立場で採用してるから。まあ、ごめんね、かぶせるというか、やら先生が来てるから、うん、一般的な質問した方がいいと思うんだけど、矢田さんは前から何回も会ってるんで、失礼な言葉に聞こえるんですけども、矢田さんとは何度かお勉強させていただいてるので、あえて知らないふりで聞きますけれど、琉球独立って言ったら僕初めて聞いた時、危ない人たちだと思いました。あ、怖いと思った。それは怖い、そういうイメージは普通です、うん、いや、持つ人いるよね。じゃあいいですか、これをまずね、そもそも、なんで琉球独立運動会と、そもそもいつ頃から始まったのかというと、まず、歴史の古い歴史から来ると、沖縄は、原始時代があって、それで次、群雄割拠、アジの時代というか、戦国時代があって、あっちこっちに小さい国、集落みたいな、国があったわけね。で、最後に三山。北山、南山、中山というのが大体まとまってきて、でこれを統一したのが昭和史で、それがもう400年もとにかく琉球王国が続いていたと。でそこまで日本は全然関係ない、ね、で薩摩が侵略っていうか侵入してきて、琉球王国はあるけども、後ろに薩摩が支配していて、でも1972年までは琉球王国があったと。でその時代があって、1972年まであったんですか。72年から廃藩置県、置県というか、1872年です。琉球藩になって1879年ですね、に琉球王国は完全に廃止されて、沖縄県を設置したという廃藩置県の話ですね。そう、でそれからもう130年余り、そこは教科書にも書いてますよね。でだからもともと琉球国だったのが日本になってると。で、日本がどんどん国を広げていって、アメリカとに戦争を挑んで、で負けて終戦。